8月21日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、今日は21日ということで、広報豊島情報版の発行日ですね。今後のさまざまな情報が載っていますので、ぜひ一度ご覧ください。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題を中心にお伝えいたします。まずは熱中症に気をつけましょう。熱中症予防のポイントをご紹介します。エアコンを使いましょう。日中だけでなく夜間や就寝時も使用して温度を調整しましょう。こまめに水分を補給しましょう。汗をかいた場合には適度な塩分補給も大切です。体調管理と食事をしっかりとりましょう。豚肉や海藻類、梅干しなどでビタミン B1 やカリウム、クエン酸をとりましょう。屋外に出る際は帽子、日傘などの熱中症対策用品を積極的に使用しましょう。次に熱中症の主な症状です。手足にしびれがある、めまい、気分の悪さ、こむら返りといった症状がありましたら、涼しいところで一休み、水分や塩分を補給しましょう。また頭痛や吐き気、体がだるい、意識がなんとなくおかしいといった症状がありましたら、涼しいところでの一休みや水分塩分の補給に加えて、衣服を緩めて体を積極的に冷やしましょう。またこういった様子のある方がいましたら、声をかけるようにお願いします。詳しくは区のホームページをご覧ください。皆様、熱中症にお気をつけてお過ごしください。第49回東京大塚阿波踊り開催のお知らせです。南大塚で昭和47年にスタートして以来、毎年8月下旬に行われている東京大塚阿波踊り。毎年1000人以上の踊り手が参加する熱気あふれる大塚の夏の風物詩は、今年で49回目を迎えます。8月25日金曜日午後5時30分より南大塚ホールで前夜祭を、そして26日土曜日午後4時から本大会を開催いたします。トランパル大塚、大塚駅南口駅前広場で行う組踊りに加えて、今年から南大塚通りの流し踊りが復活します。今年は全11連の踊り手が参加予定で、各連の迫力ある踊りが披露され、踊り手も見物人も大いに盛り上がります。皆様、お誘い合わせの上ぜひご来場ください。夏休みの子どもの食の支援、食べて元気応援隊のお知らせです。区では給食のない夏休みも、子どもたちがご飯をしっかり食べて元気に夏を過ごせるように、食品の確保に不安を抱える子ども若者や子育て家庭に、区内6カ所の施設でお米2キロやレトルト食品をお渡ししています。8月25日金曜日まで1世帯1回のみご提供しています。ご予約は不要ですので、施設へ直接お越しください。お渡しの際に簡単なアンケートにお答えいただきます。なお、提供施設はご覧の6施設です。それぞれ開館日および時間が異なりますので、お越しの際は豊島区公式ホームページなどでご確認の上お越しください。郷土資料館の収蔵資料展に関するお知らせです。今年は関東大震災から100年を迎えます。資料館所蔵の関東大震災に関する絵はがきや雑誌、書籍、地図などを通して、当時の影響や復興の様子を振り返ります。また近年寄贈された資料と、昭和30年代から平成令和にかけて区内を撮影した懐かしい写真をご紹介します。
開催は10月8日日曜日まで。開館時間は午前9時から午後4時30分までです。休館日は月曜日、第3日曜日、祝日9月19日火曜日です。なお8月26日土曜日午後2時より学芸員による展示見どころ解説も行います。展示室に直接お越しください。今回の展示では初披露の資料を数多くご紹介しています。当時を振り返ることができる貴重な機会です。ぜひご来館ください。区民による事業提案制度募集のご案内です。現在豊島区では令和6年度に区で実現してほしい事業提案を区民の皆さんから大募集しています。皆さんが日頃感じている課題などを解決するために豊島区が何をしたらいいか、新しい視点からの提案をぜひお寄せください。お寄せいただいた提案の中から令和6年度の豊島区の予算に反映するものを区民の皆さんの投票で選びます。募集期間は9月15日金曜日までです。豊島区にお住まいの方や豊島区に通学通勤されている方ならどなたでも応募できます。また豊島区内に拠点を持つ企業、団体、学校などのグループでの応募も可能です。詳しくは豊島区ホームページをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちしています。池袋を走る真っ赤な電気バス、池バスの映像をご覧ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。豊島区は令和4年首都交通対策協議会会長賞を受賞しました。今回は豊島区が安全安心な街づくりを目指して取り組んできた交通安全対策と皆さんに守ってほしいことを改めてお伝えします。では今日のゲストです。都市整備部土木管理課交通安全対策グループから津山康子さんにご出演いただきます。津山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では今回受賞しました首都交通対策協議会会長賞、これはどんなものなのか教えてください。はい、首都交通対策協議会会長賞とは、効果的な交通対策を推進することを目的に都知事を会長として設置された協議会が推進する交通安全対策に積極的に協力し、その功労が特に顕著であった区市町村、団体などに贈呈されるものです。そういった賞が、ね、あるんですね。6月に贈呈式が、ね、行われたそうですが、どんな内容でしたか？はい、6月5日に東京都庁にて感謝状と記念の盾が贈呈されました。はい、で今回は、豊島区巣鴨交通安全協会
池袋交通安全協会、目白交通安全協会、それから小平市、小平交通安全協会が受賞しました。で、贈呈式には区長が出席し、都知事から感謝状をいただきました。今ね、その贈呈式の、ね、様子、お写真が、ね、出ていますね。さあ、ではこの賞はどういうことをこう評価する賞なんですか？はい、これは、人口20万人以上の区や市の場合、直近の過去5年間の人口10万人あたりの交通事故死者数の合計が10人以下である自治体が評価の対象となります。また高齢者や若者の交通安全対策の推進、自転車の安全利用の推進等について評価されます。はい、まあ、いろんな、ね、内容が、ね、あるということなんですけれども、では今回評価されましたこの豊島区の交通対策、具体的にはどんなことがありますか？はい、まずですね、警察署と協力して、区内のすべての区民広場で高齢者の交通安全研修会を実施していることですとか、はい、また、スタントマンによる交通事故の再現を活用した中学生対象の自転車安全教室の実施ですとか、それから、区内の主な駅前で、はい、自転車安全利用および放置自転車防止のキャンペーンを行いまして、区民の方々だけでなく、豊島区を訪れた全ての皆さんへの、啓発活動を実施していることなどが評価されました。まあ、こう見ると、ね、多くの、ね、対策をしてきたなというのが分かりますよね。さあ、そしてこれもそんな、ね、評価の、ね、一つ理由の一つにもなったんではないでしょうか。さあ、スタジオにありますこちらの取り組みにも力を入れてきたんですよね。はい、そうです。自転車用ヘルメットの購入補助です。で、今年の4月からですね、はい、ヘルメット、自転車に乗るときはヘルメットをかぶることが努力義務に、なりました。で、はい、その努力義務になる前から、豊島区ではこの購入補助を実施してきました。そうですよね、こう先進的に、ね、豊島区では、ね、取り組んできたんですけれども、さあ、この自転車用ヘルメット購入補助については以前番組でもお伝えしましたね。ですが改めてどういったものか教えてください。でこちらの、購入補助制度はこの制度にご協力いただいている自転車販売店の店頭で申し込み用紙に必要事項を記入するだけで、その場で補助の上限金額2000円を割り引いた価格で購入することができます。はい、でお一人1個まで、SG マークまたは CE マーク付きの品質が保証されたものが対象となります。こう2000円割引、ね、大きい気が、ね、しますよね。さあ、そしてこの度そんなこの補助対象というのが広がったと伺ったんですが、はいはい、これまではですね、幼児児童および高齢者の方といった、年齢層を限定して実施してきたんですが、はい、7月の11日から、こちらの年齢 の限定がなくなって全年齢層の方が、はい、購入補助の対象となりました。でまた、中学生までの、区内の、区内の保育園等に在園されている方や、はい、区内の学校に在学されている方も含まれます。こうやってこの補助対象が広がると、ね、この購入しやすくなったんじゃないかなって、ね、思うんですけれど、本当ヘルメット着用がこう浸透増えていくといいですよね。はい、で、この自転車のヘルメットでですね、事故に遭われて亡くなられる方はやはり頭を怪我して亡くなられる方が多いんですけれども、でただヘルメットを着用しますとその、亡くなる方の割合が、
かぶらない時でも4分の1に減ることができるってそういう結果も出てますので、ぜひこの制度を使ってヘルメットを購入してかぶっていただきたいです。ヘルメットは、ね、効果がありますよね、はいはい、ただちょっとご注意いただきたいのが、はい、その4月からその自転車ヘルメットをかぶることが努力義務化になったことによって、はい、今ヘルメットが品薄の状態が続いておりますので、ですので事前にこちらの今画面に出ている協力店様の方にお電話していただいて、ヘルメットの在庫があるかどうか確認をされてからお店の方に足をお運びになっていただければと思います。本当にね、せっかくお店に行っても、ね、在庫がということがありますので、はい、皆さんぜひ、ね、お近くのところに確認してから行ってみてください、はい、さあそしてもう一つ交通安全ということで注意を呼びかけたいことがあるということなんですが、はい、何ですか、はい、実はですね、7月に区内で、はい、大学生の方がこの絵にあります、はい、電動キックボードっていうものに乗ってですね、はい、タクシーに追突するという飲酒運転の事故が発生しました。こう電動キックボード今ね増えているなんてお話も、ね、ありますよね。ではこの電動キックボードのルールについて改めて説明をお願いします、はい。で7月からですね電動キックボードの中でも特定小型原動機付き自転車、はい、略して特定原付きと分類されるものについて新しいルールができました。はい、書いてありますね、新しいルールができました、はい、この特定原付きとはどういったものなんでしょうか。はい、こちらはですね、車体は長さ190センチ以下幅は60センチ以下で時速20キロメートルを超える速度が出ないなどの条件を満たしたものでナンバープレートをつける必要があります。で16歳未満の方は運転禁止、もちろん飲酒運転も禁止です。で詳しい交通ルールは各警察署にお問い合わせいただくか警視庁ホームページをご確認ください。はい、この電動キックボードはこの車道を通行するっていうことがこう基本なんですよね。そうですね、はい、車道の左側を通行もしくは自転車道を走行することになります。はい、でそのこの特例特定原付という最高速度が時速6km までのもののみ、はい、歩道通行可の歩道ですね、自転車も通行できる歩道とかがあるんですけれども、はい、ね、はい、そこも走行できます。ただしあくまでも歩道は歩行者の方が優先になります。はい、特例特定原付の走行は例外になります。はい、で電動キックボードを利用する方は絶対に、交通ルールを守って運転してください。で歩行者の方は歩道上であっても電動キックボードが走行してくるかもしれませんので事故に遭わないようにご注意になってください。電動キックボードの中でもこの最高速度によってまた、ね、ルールが、ね、少し異なってくるということですけど、改めてルールを、ね、確認していただきたいですよね。はい、まあ、こう便利で使う方が増えた分本当安全安心にという意識が大切になってくると思います。そうですね、さあ今回は令和4年首都交通対策協議会会長賞を受賞しましたということで、まあ、豊島区の交通対策についてもご紹介をしてまいりました。では津山さん、最後に番組をご覧の視聴者の皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、で今後もですね、安全安心な街の実現に向けて全力を挙げて交通安全対策を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日のゲストは都市整備部土木管理課交通安全対策グループから津山康子さんにご出演いただきました。津山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。次回の豊島情報スクエアもお楽しみに。次回生放送は8月24日木曜日です。お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。